各兵団の精鋭たちによる必死の活躍によりウォールローゼ内地に現れた巨人たちはあらかた撃破された。しかし内地に現れた巨人の謎はついに分からず、兵士たちは言い知れぬ不安を抱えたまま町へ帰還した。兵長、奴らを逃がしたまま帰還してよかったんでしょうか。見つけて殺すまで壁内をさまよいたいならお前だけそうしたらどうだ。壁に穴は開いてなかったということは奴らは壁を自由に越えられる可能性が高い。だとすれば向こうから現れてくれるのを待つしかないということですよね。ああ、壁内に現れた普通の巨人たちは壁を越えられないと思うけど、うん、そこが不思議なところなんだけど。今の音、まさか。エレン、クソ。ガキども、ぼさっとすんな。巨人どもをただ眺めるのがお前らの仕事か。この世界を地獄に変えたのはあいつらだ。駆逐してやる。ついに来ちゃったね。また繰り返すつもりなのか。でっけえ、なんだあれ。とにかくこの町で止めないと。そうだよね。終章第5話、最終防衛戦ですね。これでどうやら終わりらしいぞ。超大型巨人が動いた。オート側の壁も壊すつもりなのか。ちょっとしか動けてないけど。人類の活動領域を致命的に狭まる。なんとしてもここを死守するんだ。オッケー。アルミは簡単げ言わないで。壁へ移動開始。こんなんどうするんだ、切れるのか。ちょ、攻撃してみようか。あ、でもダメージ食らってるね。こけたこけた、すんごいダメージ食らった。ちょ、切りに行ってみよう。オッケー。あ、普通に食らうね。オッケー。隊長、手伝います。めっちゃ普通に切れてびっくりしてるわ。なんかもっと食らわないもんかなと思ったんだけどね。じゃとりあえず切ろうよ。イエス、足切ったかな。足一本切ったね。次こっち。これ普通の巨人よりやりやすいよ、正直。的の部分がでかいからね。ははー、おバカちゃんだね。ちょっと考えればわかるのに。的になってるよ。エレン切りまってるよ。何、このゲームタイトル変えた方がいいんじゃないの。エレン無双にした方がいいと思うけど。足は切ったぞ。とりあえずオッケーだ。周りの巨人倒した方が良さげだね。それより前にあっちにもたくさんいるし、鬱陶しい。オッケー。おお、中層だろ。わーお、掴まれた。マジで。のの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 、やめろ、触れんじゃねえ。よし、ナイス。どれだ？あそこか。わかったわかったわかった。行く行く行く。あったあったあった。わ、縁談来たぞ。9人もあるのか。そりゃそうだわさな。よし、死ね。空中でぶっ殺したったわ。
なかなかないよ。その前にこれ撃った方が良さげ。よし、死んだ。硬いな、巨人も3発必要になるのか。武器をもっと強化してくるべきだったね。これで終わりだとは思わなかったからさ。撃つ、レディゴー。は、全然食らって、 What? どこに撃つのこれ。全然食らってないんだけど。あ、食らった。足か、足しか今ダメージ与えられないんだね。よし、イエス、オッケー。もう足たな、やってるよな、破壊してるよな。ちょっとエンダーの方行こう。なんだこのグダグダは。足破壊してるよね。ミケのエンダーだな。大丈夫かい。とりあえず仲間な、鎧の巨人、嘘だろ。さっきいたわな、ムービー中に。ノー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 。どうするんだ、倒さないとダメってこと。そんな分かってるよ、あんた言われなくても。うわ、巨人、鎧の巨人を討伐せよ。マジかいな。これ前回倒した時かなり焦ったからね、時間かかった。まずガス切れた。オマイガー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 、レッツゴー。あー、これ補給物資取っておいた方がいいな。ちょっと待てよ、ミキやられた服にも失敗だろ。先クリスタのとこ行った方がいいかもしれない。物資も欲しいし。あ、ほら仲間大量にいるじゃん。ここ中型種と戦ってる。カモ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 、仲間にしていこう。わかったわかった。どけどけどけ。さっさと私とクリスタを援護してくれ。さっさとしてるよ。まずいぞ、あの超大型も結構いいとこまで行ってんじゃねえか。よし、救援に成功だ。あ、ガスそっち落としたんかい。ああ、もう補給物資取りに来たのに。まあいいや、カムカム、よこしてよこしてよこして。ガス必要。エレン巨人化できたらね、鎧の巨人もすぐ倒せると思うんだけど、ゲージまだ溜まってないからな。あ、任務達成だ、よかったよかったよかった。これで砲台使えるね。あ、ミカサいるじゃん、ミカサいっちゃってるじゃん。カモカモカモ、何してんの何してんの、二人とも来て。こい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 。OK。あ、ミケミケ大丈夫かい。アルミン戦闘、What?はあ、アルミン戦闘不能、いつの間に。ミケ捕まれてる間にか。わーお、何それ、何それ、全然気づかなかった。また巨人来てるし、こんなんあかんわ。あ、痛い、鎧の巨人いた。カモ、逃げんな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 、カモカモカモ、何してんの何してんの、あの子すんごいアグレッシブ。止まれ止まれ止まれ、腹立つわ、もう止まれや、止めれねえよこんなもん。めっちゃ進んでいってんだもんね。アルミンやられたのは痛いよな。足切ったら動き止まるんだよなこいつぽいよね。こっちまだ動いてんのか。よしよし、ナイスダメージ。だいぶ進まれて真ん中まで来られてるからね。よっしゃ、じゃあ鎧の巨人ちょっと倒しに行くわ。エデン巨人化できるんでね、すぐ倒さないと。エンダーの方も行かないとな。副任務大丈夫かいミケ。大丈夫ではないわな。ぶっ殺してやる、すぐに決着じゃ。はい、エレン来たぜ、覚悟しろよてめえゴルラ。どこ行きやがった、ワッツ、どこ行きやがった。何で素通りしてんの、おい、オタクオタク、おらおら、何する、ぶっこいてんの、ぶっ殺すよ、ワッツ、謎のダメージ。ワイワイワイ、どこ行ったどこ行ったどこ行った、カモカモ、レッツゴー。はい、謎のダメージ、なんだい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 なんだなんだ、ワッツ、エレンアタック行くわ。死ねバカターレが、調子乗るな、吹っ飛べ。どこ行った、わ、ぶっ殺すできるのに何してんだ、ここで切れんなよお前、アホか。で
できねえじゃねえかこれ。最悪だ。何このタイミングで切れちゃってんの。運悪いとかいう次元じゃないんですけど。またエレンの巨人化できるようにしないとね。ついてねえ。あ、そうなの。本当だ、胴体にこう。 OK 届くね。レッツゴーレッツゴーレッツゴー。鎧の巨人はとりあえず無視する。そっち行ける、そっち。カモカモカモ。みんな攻撃して。リヴァイもまたどっかいるはずなんだけどね。ボイボイ解禁か。これで終わ、え、決着つけれるんじゃね。終わりになるんじゃね。カモ、後ろ、めっちゃ来とる、めっちゃ来とる。狙おう狙おう狙おう。カモカモカモ。何？状況ガード？噴出させると同じガード。全身から熱い蒸気が。また立ったのか。高等電流。超大型巨人が移動を再開した。嘘だろ？わあ。超大型巨人のハンジもやられてるし。おめえなんちゅうとこんねん。これはちょっと副任務やらもうガン無視だな。ガン無視して止めないと。無理だわ。目的地点到達されたらゲームオーバーだもんね。いやいやいや、もう鎧の巨人さんも無視、他の巨人も無視、一気に蹴りをつける。あのぶっ殺すができてたらあの鎧の巨人も倒せてたんだけどね。だいぶ余裕あったんだけど、ちょうどいい時にゲージ切れるっていうね。エレンは恵まれない子。あ、の、の、間に合い。オーマイガー。てめえクソ読めろ、何しとんねんボケ。殺すぜわあれ。どけどけどけ、お前に用はねえんだ。ああ無理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 。各自自分で頑張れ。各自自分でやりたいことやれ。そうするべきだ。早く行かないと。副任務は無理だって。そうだよね。よし、あの、うぇい、何のダメージだい。よし、いいぞ。ちょっとガス補給しとこう。ガス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 。ガスタイムガスタイムガスタイム。仲間が次々と死んでいってる。でも、オラには関係ねえ。全力で関係ない。エレンは今目の前にいる超大型巨人を倒すのみですよ。俺の頭はそれだけ。レッツゴー。次、上だな。硬いんだ、これ。切るとこが多すぎる。でかいって有利だね。ま、でもその分棒立ちだからいいんだけどね。すまん、助けてあげたかった。ただ無理だ。よし、お、救援要請か。あ、なんで、ちょっと待って、なんでうなじ狙えないの。 What？ え、な、なんだ。任務失敗。知らんがな、そんな。うなじ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 、切ってみんな。カモカモカモ、あとちょっと、あと一発。終わったー、ゲームセット。ただいろいろ無視したけどね。ゴリ押すっていくしかなかった。まだ中身がその辺にいるはずだ。巨人の体をまとっていた野郎が。よせ。兵長、なんで。トロストクで奴が消えた時と同じだ。中にいた奴は用意していた立体起動装置でもう遠くへ逃げているよ。卑怯者が。汚れえぞ。
前のやるべきことはその時々の感情に身を任せることか。足りねえ頭でよく考えろ。お前がこれからできることをな。本部へ戻るぞ。いつか必ず駆逐してやる。一匹残らず。わーお、エンディングですか。まあ、仕方がないね。まだ進撃の巨人は連載中で終わってはないので、まあ、ちょっと中途半端な終わり方ではありますが、ゲームではこういうストーリーの終了になるんですね。イエス!なんとかクリアすることができたが、ランクはこれまたひどいね。戦闘時間のみです。これが最後のストーリーの任務だったんですけど、まさか最後でこんなひどいランクを取るとは思わなかったよ。でもしゃあない。もうね、超大型巨人怖すぎ。怖すぎてね、任務失敗したくないっていうその気持ちだけ。鎧の巨人ガンムシ、副任務ガンムシ、それでやってきましたからね。まあこのようなランクになっても仕方がないでしょう。副任務に限っては2個しかクリアできなかった。仲間たちもいろいろやられた。悲しいくらいにね。もっと上手にできたんじゃないかなと俺は思うけどね。なに?ゲームモード、進撃モード、わーお、それは何なんだ?はい、また変なモードが出てきましたね。これはなんか名前的にもすんごい恐ろしいですけど。まあわかりました。今回の実況はじゃあこれにて終わりにしたいと思います。進撃モードの最後のストーリーでしたね。全部で20話あるわけです。章ごとに分かれてますが、全章全話で20話、この進撃モードで実況プレイしました。最後にね、ちょっといいランク取れなかったんで、これはリベンジしたいと思います。またね、この新進撃モードというのを始めていきたいと思いますが、こちらの実況ね、その前にですね、もう一度進撃モードで、あの最後のミッション、今回プレイした任務をもう一度クリアしましょう。 S ランクでね、今回はまあ余裕がなかった、それを認めよう。冷静さをなくしていた俺、おお、冷静さという言葉すらもちょっと忘れてたね。それぐらいちょっともう焦りました。焦っちゃってね、クリアを目標だけにやってしまった。いやいや、それじゃダメなんですよ。ただクリアするだけじゃ面白くない。 S ランクを取ってクリアすること、任務を全て達成し巨人も全て倒してから終えること、これがね俺のポリシー、プライドみたいなものですから、これ次回の実況でプレイして、ほんで S ランクリアして新進撃モードの実況を始めていきたいと思いますのでね、これからまだまだピーマンの進撃の巨人実況は続きますので、これからもお楽しみに。じゃあ次回は S ランクリア目指してやっていくので、また見てくれ。グググググバイ、また会おう。